おかげで何とか勝つことができました。そうですね、まあ、アドリブルでいくか、まあ、トラップしてシュートですか、まあ、ギリギリで迷ったんですけど、まあ、トラップがいいところに決まったので、あと入れるだけという感じでシュートしました。今シーズンは岩手、山形、そして秋田と東北ダービーで決勝点決めますね。そうですね、まあ、別に他の東北のチームに恨みがあるわけじゃないですけど、まあ、こうやって東北のチームが盛り上がることは非常に嬉しいですし、まあ、その試合で勝ったことが一番嬉しいです。これでチームは3連勝です。次は2連東京ドームです。どのように伺いますか？そうですね、まあ、連戦の残り2試合で、まあ、試合出てるメンバーだけじゃなくて、ベンチのメンバー、ベンチ入ってないメンバーもいつでも試合出れる準備ができているので、みんなで連勝を止めないでいきたいなと思います。